富、名声、力、この世のすべてを手に入れた海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。夢を追う者、力を求める者、そして平和を願う者、それぞれの思惑が渦巻く世界で人は挑み戦い続ける。いくつもの冒険と可能性で満ちたこの海の果てに一体何が待ち受けているのか。世はまさに大海賊時代。各々が目指すその先でまた一つ新たな冒険が始まろうとしていた。よし、やるか。ほう、俺とやる気か、アホコッピ。おお、マリモくん、生きてたか。ギガントトールアクション。炎上して地球のやつらを潰しておくかね。ギガントトールアクション。やりたいようにやらせてもらうぞ。よし、乗るなよ。レッドホーム。そのスーツかっけー。出るのか、ビーム。ゲットバズーカ。ゲットバズーカ。次世代の申し子、この器を見極めよう。ここでしまいかよ。さあ、どうせなくなるよって。赤髪にさえ毒されなくてだろ。やっぱりすごいな。どうする、かなわないわ。だんだん進むぜ。エレファントガン、ギガントトールアクション。風船、エレファントガン、ギガントトールアクション。風船。ままならぬこともあるか。エレファントガン、ギガントトールアクション。俺は海賊王になる男だ。私とお前の能力があれば怖いものはないがね。これ以上は許しません。俺に任せろ。いざ、ここ。いった。
うじゃ。遠慮はいらんぞ。かっこつけやがって。相手が何人いようが負けるか。俺は海賊王になる男だ。よっ、まさか麦わらが。あいつあんなに強かったかね。あいつ調子乗ってんな。
もらわねえと生きていけねえ。俺にできんのは勝つことだけだ。大したもんじゃ。さすがはわしの孫じゃな。ここは俺たちがもらった。よくやってくれた。私の作戦通りだがね。野郎だぜ。どうだ、俺の方が強いだろ。はい、クソゴック、俺の足引っ張んじゃねえぞ。よりによってなんでこいつと。せいぜい俺の邪魔はするなよ、マリモ。私の頭脳の勝利といったところかね。